はい、どうも龍蔵です。ちょっとね、忙しくてちょっと遅くなっちゃったんですけど、花水木の、タブ解説、毎度恒例のやつですね、やっていきたいと思います。でもこれはそこまで気をつけることとか特にないんですよね。そんなに特殊な奏法ないんですけど、まあ一応指使いとかね、そういうとこもやっていきたいと思います。で、これはですね、2カポで、原曲キーになってます。なんでまた毎度言うんですけど、キーにこだわらない人は、まあ、外したり移動させたりとかしてみて、試してみてください。一応2カポで原曲キーで、チューニングはレギュラーですね。うん、はい。で早速、まあ、また個別にイントロから見ていくんですけど、最初は。3フレットからのスライドが入りますね。で、この後に D音 A のコードのとこなんですけど、この動きがちょっと慣れないと難しいかもしれないんで、 Bm7 から、で、この速い部分入ったらもう上のコードは外しちゃって大丈夫です。もうこれに専念して、その次のコードがこういうコードなんですね。 D7 のコードなんですけど、このコードから2フレットをスライドでこういう動きになります。ちょっと慣れないと難しいんですけど、あとはもう練習ですね。メロディーはスライドでこういってます。で、この後のコードは G なんですけど、これは中指でもいけますけど、親指でやってみたら楽だったんで、こう親指でいって、その次の D 音 F シャープも親指でいくと僕はですね楽なんですけど、もちろん親指使わなくてもいけるんで、そこは試してみてください。うん、ここら辺はもうそのままですね。で、歌に入っていって、で、ここの D4F シャープも、基本 D4F シャープは僕は親指でいきますね。でも親指じゃなくても、いけるんで、ここも、好みで選んでください。で、ここポイントですね。3フレットから4フレットへのスライド。メロディーが半音でぶつかる気持ち悪い感じなんですけど、これをわざと活かしてます。で、ここもスライドですね。 Em7 のところ、うん、で2ページ目に入って、で、まあ、2ページ目の2段目、アルペジオが連続するところがあるんですけど、みたいな、連続のアルペジオがあるんですけど、ここの指使いは、研究した方がいいですね。僕は最初の G が、ここ薬指がポイントになるんですけど、で D4F シャープ親指でいって、ここは薬指スライド、また薬指でスライドで戻って D の形に、で薬指が多分ポイントになってくると思います。っていう指使いでやると、ここはスムーズにいくんじゃないかなと思います。そんで、あ、僕の譜面、小節数が左端に書いてるんで、そこも参考にしてもらうといいんですけど、次が14小節目ですね。ここもスライド入れます。ここの G のベースも僕は親指でいきますね。ここまで特に問題ないですね。
で、ここからサビに入るんですね。18小節目から一発で D をストローク入れたら、で、カッコで示してあるのはゴーストノートで、すごい意識的に入れてるって感じじゃないんですよね。次のコードにつなぐためにすごいさりげなくというか勝手に僕は弾いてる感じなんで、自分で耳コピして初めて気づくんですね。あ、ここでこんなん入れてるんだっていう。なんでほとんど無意識で入れてる音なんで、すごい、意識的に入れるんじゃなくてさりげなく入れるといいと思います。この部分ですね、3弦の開放弦で F シャープ7のコードのところも僕はまたベース親指でいきます。もちろん違う指でもいけると思いますね。いけますね。だから僕は親指でいくんで、参考までに。でここのスライドもポイントですね。 Am7 から D7 にいた時に同じ指でスライドして、で僕次の G のベース音を動画見ると中指で言ってたんですけど、後で気づいたんですけど親指で言った方が楽ですね。このベース音を親指で言った方が、わざわざこっちにする必要なかったですね。次も親指ベース、ってなりますね。ここはもう、指使いはこれでいいと思います。人差し指と薬指でいって、こっちは人差し指と中指に変わる。ここで人差し指と中指、こういう感じの指使いで僕は言ってます。でもう一回一緒です。親指か、で小節で言うと26小節目からなんですけど、普通のアルペジオ行った後にでハーモニクス入れるところがあるんですけど、これ多分ね僕が書き間違えたのかな。ハーモニクスは A7 のコード A7 のとこなんですけど、ゼロをハーモニクスマークになってるんですね。でゼロのハーモニクスってよく考えたら何のことやと僕さっきなったんですけど、これ多分僕の表記ミスで12フレットのハーモニクスですね。ゼロと同じ音なんですけど、多分同じ音だから僕ゼロって書いちゃったんですけど、ここはごめんなさい、12フレットですのハーモニクスですね。ここまで大丈夫でしょうか。でリピートマークでまた戻って、もう一周ぐるっと行って、2回目は2カッコに飛びますね。言ってもここから一応そのダルセーニョとかつけると見づらくなるんで、つけてないだけでもうずっと一緒の感じです。2カッコから行くと、でもう一周サビですね。親指か、ずっと一緒の感じで繰り返していきますね。でそのまま5ページ目に入ったところからちょっと静かになるんですよね。だから音数も減らしてます。ちょっと静かになって、ちょっと音数が減ってます。この部分は今までと違ってベース音が少なくなってるんで、ここ気をつけてください。で、あとイントロと一緒です。大丈夫ですか？で、最後このハーモニクス入れて、一応7フレットから10フレットみたいな感じで僕書いてるんですけど、まあ、正直別に始まりの音はどこでもいいですね。10フレットに着地すれば、結構大きくいっちゃってもいいですし、なんでスタートの位置は割とラフな感じで大丈夫です。はい、という感じで僕のアレンジの中ではかなり弾きやすいというか、割と入りやすいソロギターアレンジになってますんで、もしよかったら、ぜひ、やってみてください。はい、どうもリュウゾウでした。